ステファン・ベロフはドイツのレーサーである。名は、ステファンとも表記する。1980年にドイツカート選手権でチャンピオンを獲得し、翌1981年にはドイツ FF1600 でチャンピオンとなった。同時にドイツ界3に参戦、7レースに出場し、年間ランキング3位となった。翌1982年には国際界2にステップアップ。 二年間で二勝を挙げた。この他、世界耐久スポーツカー選手権では、ワークスポルシェを仮活躍していた。また、1983年には、アイルトンセナ、マーティンブランドルと共に、第一マシンのテストに呼ばれ、ドライブする機会があった。1984年ダラス GP ティレルから、第一デビューを果たした。この年のティレルは、自然吸気エンジンを使用していたが、 自然吸気エンジンを使用していたのは、ティレルとアローズだけだった。シーズンが進むとアローズは、BMW のターボエンジンの使用を開始し、ティレルが最後の自然吸気使用チームになった。ベロフは、第3戦ベルギーグランプリで6位に入り初入賞を記録すると、続く第4戦サンマリノグランプリでも5位に入賞した。第6戦モナコ GP では、 予選20位から追い上げ、3位表彰台を獲得。このレースは豪雨のために31周終了時点で打ち切られたが、終了時にベロフは2位のセナの13秒差、そしてトップのアランプロストの21秒差につけていた。またこのレースでのベロフのペースは、トップのプロストより明らかに速く、セナとほぼ変わらないものであった。加えて、セナはスタート前に、 ガソリン漏れで背中を火けしており、ギアボックスにもトラブルを抱えていたため、本来の周回数だった77周は無理でも、せめて全周回数の75%である、規定周回数の58周まで続いていれば、ベロフが優勝しただろうともパドックでは囁かれていた。ターボエンジンへの切り替わりに遅れた、ティレルの車両ながら入賞圏内で複数回ゴールし、順調なデビューイヤーだったが、 第8戦デトロイトグランプリにて、チームがレギュレーションに違反する行為により、エンジン出力を上げていたことが発覚。これによって、ティレルの成績は、ドライバー、チームともシーズンの全成績を抹消され、シーズン終盤の出場も禁止された。波乱のルーキーシーズンとなった、第1と並行し、それまで、道理世界耐久選手権にも参戦。 この1984年シーズンの全球戦中5勝をマークし、ドイツ人初のチャンピオンに輝いた。カイ一には前年の不祥事によりスポンサーのほとんどが撤退した、ティレルから参戦。自身のウインとなった第2戦ポルトガルグランプリでは、豪雨の中序盤にマンフレット・ヴィンケルホックと接触して、右フロントウィングを失いながらも6位に入賞した。また、 第6戦デトロイトグランプリでは4位に入るなど、戦闘力面で苦戦する中で奮闘していた。シーズン中は翌シーズンに向けてフェラーリと交渉していた。世界耐久選手権では、ポルシェのワークスチームを離れ、プライベーターのポルシェ956で参戦していた。事故死しかし、9月1日に、ベルギーのスパフランコルシャンで開催された、世界耐久選手権、第7戦。 スパ 1000km にて、ベロフは、生涯の幕を閉じることとなる。レース終盤、トップのジャッキーイクスと激しいバトルを繰り広げていた、ベロフは、一旦先行された後、テクニックと度胸が要求される、スパの中でも特に難所とされる登りながらの、高速ブラインドコーナー、オールウージュで抜き返しにかかったが接触。ベロフのマシンは、イクスのマシンに押しつぶされるように、 コンクリートウォールに激突し、大破延長。すぐに火は消し止められたが、医務施設で死亡が確認された。即死の状態だったという。27歳ボーツ。マシンは、クラッシュの激しさから、キャビン部分から、への字型に曲がっていた。事故の瞬間は、いくつの車載カメラに記録されており、ベロフのマシンが押しつぶされた瞬間には、衝撃で一瞬映像が途切れるほどだった。 期待の新人だったベロフの死は近年でもモータースポーツファンや関係者の間でたびたび話題にされる。ベロフが生きていればドイツ人初の F1 チャンピオンはミハイル・シューマッハを待つまでもなく誕生していたという意見がある一方、早いが安定感に欠けていたため生きていても下位でチャンピオンにはなれなかったという意見もある。また F1 においてチームメイトであったマーティン・ブランドルや ステファン・ヨハンソンとは予選戦績がほぼ合格であり、後にブランドル・ヨハンソン両者とも会一での優勝は達成できなかったことから、創生ゆえにベロフは過大評価されているという声もある。しかし、一定の評価を与える点は多くの人物に共通しており、ベロフの死をレース死でも有数の才能の損失として挙げる人物は今日でも多い。 ありがとうございます。